皆様こんにちは。株式会社バンダイナムコスタジオのアートディレクター菅野正人と申します。イカロス出版株式会社、J ウィング編集部編集長大谷です。軍事ジャーナリストの竹内治虫と申します。菅野さん、はい。まずこの機体の特徴について教えてください。 SFX 神殿2はですね、シリーズ初の垂直離着陸機能を持った実験機という設定になっています。一般的なですね、双発型戦闘機、例えば F-15 とか F-22 とかと違ってですね、縦に2つエンジンが重ねられたレイアウトが特徴的です。これはですね、アニメーション監督であります川森昌司さんによるデザインなんですけれども、このゲームの開発された世界設定というのは架空の世界ではなくて現実の世界におけるエースコンバットっていうのが製品の大きな中心になっていたものですから、現実世界の日本が、仮にステルス戦闘機を開発したらどうなるんだろうっていうものに対して川森さんが答えてくださったもので、日英の共同開発という設定になっているかと思いますけれども、この理由についてはいかがでしょうか。このエースコンバットアサルトホライゾンという当時開発した作品と、現実の世界というのは非常に大きくリンクしていた時期でもあります。当時はですね、自衛隊の F-35 の導入というのが、遅れていた時期ではありました。F-22 が、日本に配備されず他国間で運用を想定している F-35 というのが日本に導入されて配備されるっていう考えがあったんですけれども、それが遅れていた時期でもありました。そうした時に日本がステルス戦闘機を完全に独自開発するっていうのは、当時の技術的にも、あとは国際関係に関しても現実的じゃないんじゃないかなっていうのが、プロジェクトの考え でそこで、同じ島国であるですね、イギリスであれば、同じような運用方法っていうのが、考えられるんじゃないかなというところで、日本とイギリスの共同開発というのが、アイデアとしてありました。共同開発というところですと、まさに国自衛隊の次期戦闘機がですね、日英とあとイタリアの共同開発というのが発表されてますけれども、この神殿2の方がコンセプトとしては先にあったということなんですね。そうですね。でもちろん川森先生の、アイデア、プロジェクトの考え、それに加えてですね、ちょっと今日お持ちしたんですけど、エースコンバットアサルトホライゾンの、ムックというものがありました。こちらを、設定を、考えた一緒に考えてくださったマスターファイルチームの、おかげでもあると思っております。今お話に出ましたけれども、エンジンの、縦に2発装備しているという設定とのことですけれども、はい、かなりユニークな設定になっていると思いますけれども、これについては竹内さんいかがですか。これ完全にイギリスが60年代かけて作ったイングリッシュエレクトリックライトニングっていう戦闘機のオマージュだと思うんですよね。だからこれすごい、イギリスを要はパートナー国に選んだ時点で、この川森さんのこだわりが随所に出ていて、縦置きにする必要も別になかったんだけれども、やっぱりイギリスだから縦なのかなみたいな感じに私は思ってまして、なんかイギリスっぽいなっていうのはすごく思いましたね。こういったエースコンバットシリーズでよく、好まれる要素として、前進翼ですとか、カナード、あと、翼の、改変によるクルーズ形態への移行とか、エースコンバットシリーズが得意としてきたこういった戦闘機の要素というものを高い次元でですね、現実の航空機に見せるっていう、大元のコンセプトっていうものを形成された川森さんの力っていうのは、同じアーティストとして、本当に敬服いたす所存です。他の国から海を渡ってやってきた敵に対して対抗するために、護衛艦、今だと、空母化がされている
護衛艦がありますけれども、そういったところから即時展開できるようなあの戦闘機が望ましい。あ、まあ、空母化される護衛艦あるじゃないですか、はい、あの話ってこの頃まだ影も形もなかったんですよ。そうですね。そこであの、まあ、艦上ジェット戦闘機を、はい、まあ、運用しするにあたって、はい、まあ、こういう能力が求められるっていうのを、はい、考えたというか、その発想自体は、まあ、すごいなと、はい、まあ、むしろこれあの現実世界の日英戦闘機の日英共同開発の話があった時に、はい、なんか昔こんな話聞いたことあるぞと思って思い出したらこれですからね、うんうんうん、まあ、すごくあの先見の明がありますし、あと、まあ、はい、イギリスっていうのもすごくあの絶妙なところだと思いますね、はい、あのこういうその短距離着陸とかが必要な、うんうん、あの戦闘機を使う空母、はい、まあ、クイーンエリザベス級とかを運用して、まあ、当時まだ収益しなかったですけど、うん、まあ、そういう戦闘機を求めていてっていう、まあ、パートナーの選び方もすごく絶妙、現実がちょっと追いついてきちゃったかなっていうところはありますね。鴨森さんから の, あのメッセージとして、神殿2ちょっと不格好なところ、あ、リアリティは感じませんかっていうことを、はいはいはい、あのおっしゃられてまして、で私もそのこれまであのお話しさせていただいた、架空の戦闘機っていうものはかっこよさを中心に考えていた節がありました。私自身も、デザイナーアーティストのみんなも、そこで鴨森さんの話を聞いてハッと思ったのが、現実の戦闘機って完璧なかっこよさを持っているわけではなくて、あの縦列エンジンなんていう若干不格好なところっていうのが、あの実際に機能しているところを見て、あ、こういったものが空を飛べるんだっていうような納得感っていうのがあって、確かに鴨森さんおっしゃっている不格好さっていうのは考えたことがなかったなと思っていました。要求された能力を盛り込もうとすると、はい、必ずしもその流れるような美しいデザインにはならないっていうのが、うんうん、多分あのお考えの中にあったんじゃないかなと思いますし、うん、はい、まあ、そこがだからそのこの戦闘機に、まあ、そのイギリスとかそういうのを武器にしても、うん、はい、妙なリアリティを与えているのはそこかなと。それでは、竹内さん、軍事評論家としてこの ASFX 神殿2ありやなしやご判定よろしくお願いいたします。もうこれもありですよ。おー、あのこの時代背景からしたらすごく理にかなってる、うん、あの戦闘機だし、まあ、あとイギリスっていうのが本当になっちゃったんで、うん、あのそこもまあありで、あのもうありだろうと、まあ、あとはだからその日本の航空自衛隊の名前が神殿2になるかどうかだけっていうところですね。はい、菅野さん、今後はどんな機体をお考えでしょうか。はい、今の時代の架空の戦闘機ってきっと求められてるものがすごくハードルは高い上に、あのさらに情勢も変わるし軍事技術も変わっていくっていうところで、どういったものが求められそうかな、そしてゲームとして、楽しめるギミックシェイプ、そして、他の人とコミュニケーションが取れるようなアイデアっていうのはどういったものかなっていうことを、非常に強く考えさせられる良い機会だったかなと思ってまして、あの今日伺ったお話を盛り込んだ上でまた新しい機体を作っていきたいなと改めて思いました。楽しみにしてます。楽しみにしてます。今回エースコンバットの各機、5機種について、専門家の方々のご判断というのをいただきました。大変楽しい機会でしたし、視聴者の方々におきましても、エースコンバット、そして、現実の戦闘機に対して改めて興味が湧いた機会になったんじゃないかな、そうであればいいなと心から思っております。本日は貴重な機会いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。